大変なことが起きまして、ベルカップ間違えてね、ビッグブルーについていけなくて、速さにいつの間にかクリアしちゃいまして、そしたらほらスター1個も取ってないんだけどゴールドマリオ出たっていうね。スター3つずつこれ取っていってるんです。スター3つずつ取っていかないとゴールドマリオ出ない予定だったんですけど出ましたね。なんででしょうね。スターどころかベルで出ましたね。なんでスター3つ取らんでいいん。でもスター3つ取ろこれから。でもほんとここ一通りやったけど全コース難しくて、ちょっと舐めてたね。ベルはおまけかなと思ってたんやけど、このコースもほとんど知らん。 3DS ももちろん持ってたけどやってないな、このコースさん。やってないことないか。やってない、ほんと苦手。1、2面は何回もやり直したからなんとなくコースは覚えたんやけど、3、4面はもうほんと特に3面が難しくね。ビッグブルはもうなんか音楽に乗ってアドレナリン的になんとかなる。あとこの雨ついてるのどのカメラ、どのカメラからこれ誰を誰して、あのさ昔キューッと同時発売なんていうゲームやったか、あちゃう6音とどうですか、キューッと同時でキューブに出たなんてゲームだったの、その海のスキーみたいな、ちょっと簡単な名前やね。あのゲームでカメラに水がつく刺激を楽しむみたいな、当時すげえ流行ってたけど、流行ってないな。このしぶきついてるね、このカメラに。最初スタートの時すげえ難しい。でもこのコースはね、ずっと雨なんですね。でもまあ覚えてしまえばなんとかいけるかな。ここは一番難しいカーブでした。ほらさーっと乗って難しいって一気に来てない。最後どうしてもここでどうしても乗っちゃうんですよ。なんか他の人が遅すぎるな。あと2面か3面、まあまあまあ雑談はあれやけど対戦するよ、ね、うわっ、たまに赤壁って言うと嬉しい。確かにこれ何回とか絶対当たってるしかないし、うまく追跡できない時あるけどね。特に DS の時はすげえそれを計算しての赤壁やった。ちゃんとコンピューターの気持ちになってからやってたもんね。でね、ゴールドマリオ出ちゃったんです。でもまあやります。なんやろこの変な中途半端な気持ち。1位全部取ろう。ほんで何の話しよっかな。雑談のコーナーやったんですけどもね、さっきうまく話せんかった1個目の動画。あここね、 GBA ってこれ分かった分かった。 GBA が一番やってないやわ。だから本当にあのコンチのコンチってこう後輩のDS でヨッシーが曲がるのおかしいんですよ、 DS やった頃にこっちをやってめっちゃ曲がりづらかったの覚えてます。変なマリオカートやった、あれコインを取るといいと思って、あの時全然 DS 現役やったから変なゲームやなとしか思ってね。でもここはほらこのふわふわ見て、このふわふわ、このふわふわを見ると何やの平面が良かった時代はって言ってたんですけど、シルサムは感じられる。このふわふわすっごい。でも耳に2つショートカット見つけたんですけども、怖すぎて絶対いけない。ここめっちゃ速いやん、そこ通って。うわーすげえ。あ、でもいるわ誰か。あらいなんかいるわ誰やんだ知らない。あとここのコースってあれなの、マリオとカッパのあのゲームあったのがドンキボールだ。あれ面白いゲームやんの、多分やってないやってな、あれは。あれ絶対面白いね、システム的に絶対面白いの分かるやつ。誰なあの早あれ早いなあの人。俺の年からことかといったら結構してる。結構してないよね、多分してないね、一番してないところがまた嬉しいよ、 AI にしては結構実況してるのって。3周目曲がりづらいの牛と一緒です。
右側のショートカットほらここはあるとウィスピース全然ない、こんな速くならないような気がするけど、ウィスピースと比べて、まあ、いける方がね、あんまり練習しないけど。ってことで、あの人なんか5位ぐらいだったかな、ルドブグルウィグルドっていうの、あの人はよくわかんないっす、クッパの何人目かやろうけどね。そんなん出せんとはピクミン出してほしい。ここが一番難しいよ、全くわからんのこのね、何の目や見んかった、 3DS かこれ、全くここのコースは読めんかった、ちょっと安いしかな、練習できんやもん、タイムアタックで練習できるから、半周ぐらいまで行ったら練習できる、このコースをもう一回っていうのがねえで、アタックあるかな、まあ、いとこのさ、なんか右にスタイラス潰れてるなって言ってて、同じやった俺、スタイラス潰れてるのせいにしてたけど、あれハンドル操作をキリにしなかっただけっていう、なんかハンドル操作が意味になってるのはちょっとおかしいから言ってるんですよ、あるほどね、でもなんか、ここは分かってた、でもちょっと見えない、なんとなく分かる、これが正解なんだ、音楽はいいけど、ちょっと走り切るのが分かってない、走り出す走り出す、何だこれ、苦しいやった、2つ使う、うまい、何もうまいな、あれクリアできちゃうじゃないこれ、すごい、マジ全然面白くないな、おっとあれで、出てるやん、これクリアするんじゃない、やばいやばい、クリアしたらひって話を面白い、なんやろ、何の話しよう、何の話しよう、さっきゴールデンウィークの話も全部したし、ゴールデンウィーク最終日皆さんどうお過ごしでしたでしょうか、明日からちょっと気が重い人もいらっしゃるかと思いますけれども、頑張ろう、ビッグブルは音楽がいいのよね、これだからこれいいな、あのあれです、最終を締めくくのをビッグバッグブルにしたってさ、ビッグバッダディとかビッグバディとかバディプレイとビッグバッダディとか違うんですけど、ね、音楽がいいのよね、で、最終ステージした人間のってもう出してよ、じゃあファミレスだよって、まあ、だって出せばいいよ、ギターバージョンやな、またアレンジバージョンや、長渕の前も言ったけどさ、ネタ的にこの前うまく話せんかったのにもう一回言うよ、今度マスコミはよ、そこの信じていいのかよ、大統領が誰になろうとよ、人が全てじゃねえかいみたいな感じになった後に、はい、途中で始まったあれと一緒なぐらいのアレンジが効いているエグゼロのギターの CD を私が買って本当に車の中で皆さん聞かないと、非常に危ない。お、飛ぶやつあるやん。これなんかいいやん。なんか今みたいな声あったやん。けどこれ全然覚えてるのに、何しかっていうのに分かるんだ。でも全然レベルと違うね。こんなことなかったかもないで。カブロビーでも、チューブみたいな。チューブも古いけど、チェッカーズみたいな。これはいけるのか、何位、2位か、1位か、え1位いってんだよ、2回目でクリアしてる、何やこれ、絶対しばらく無理やと思ってたのに、トーク全然面白いね、チェッカーズとか、いいの、しかもあのビッグブルー2回しか走ったことないけど、なんかもっとうまく走れたりとかそういう場面もな
ない状態ですし、でこれによってゴールドマリオが取れたならいいけど、さっきので取れてるし、なんかいまいち示しがつかない、なんか他取れない、どうしよう。まあでも最後の3面と4面、この今映ってるところと、まあもっと極めたいなっていう気持ち、とりあえず他のコースも3個全部取ってみようかな、今から全部クリアしたんで。